ばっかりで、で明日も、明日朝早いので今日はもうショールームしながらご飯を食べちゃいたいと思います。本日はこちらです。じゃじゃん。これはどこで買ったんだろうな。あれだ、え、今名前ど忘れ、あれやん、青いやつやん、青い、え、なんだっけ、こわ、青いさコンビニあるじゃん、え、なんだっけ、怖い怖い怖い、あ、そう、ローソン、え、こわ、ローソンの名前忘れたんやけど、恐ろしい。ローソンで買った赤からのやつです。赤からのやつです。ほら、お肉とかね、お豆腐とかが入ってるんですよ。ちょっとあんま傾けすぎるとね、あれな、ほら、こんな感じ。本日はこれを食べます。いただきます。はあ、疲れた、疲れたよ今日はね。小屋入りで場当たりしました。うん、うん、痛い、舌がね引っかかるんですよね、本当に。ブチっつったんだけど、あ、もうやめてよほんまに。おいしい、いた、いた、おいしい。あ、ママがいる。あ、いた。うん、うん、でも腫れ引いたの、腫れは引いた、でも色やばいよね、まだ痛いの、注射の後残っちゃった色が、やばいよね。だー、でも昨日ね腕伸ばせないぐらい本当に痛かったから、今はね触ると痛いぐらいで、伸ばしきっても別に痛くはないから、うん、触ると痛い、やばいよね。注射打ったん昨日、明日は隠すよコンシーラーで。採血、そんなことなったことないですね、もしもそんなことなったことない。でもね、めっちゃ腫れ、めっちゃ痛かったもん、なんか昨日の注射がびっくりした。採血であんな痛いことあるんやってぐらい、引くぐらい痛かった。しかもめっちゃ長かったもん、なんか入れてる時間が、刺してる時間、採血ってこんなんやっけと思いながらそうやってもらってんけど、うん、ちょっとね跡が残っちゃったね、だいぶ、うん、ね、でもね、だいぶ一番太い血管にブスって刺しててんけどな、うん、ね、見る、あったかいのが、
これ大好きなの、このスープ、スープって言えばいいのかな、お鍋スープ、こんにちはスープやと思ってんけど、これ美味しい、よく食べる。普段食べないの。明日ね、人前にちょっと立つから。今日はご飯少なめ。まああと寝るだけだからね。明日初日か。すごいな。何時に終わるか決めとこう。11時には絶対終わる。うん、ぴったりに終われるように。それまでに食べれたらそれまでに終われるけど、ちょっと私強制中がもしゆっくりなんですよね、食べるのが食事。うん、うん、初見さんがいる。どうもこんばんは。うん、おいしい。何時には寝るつもり。12時半には寝たいな。明日も早いんですよね。早いな、早起きやわ。うん、でね、今日まあ衣装好き、衣装とかもして、まあお医者メイクもしてんけど、メイクしてで今日場当たり確認とかしたりしたんやけど、今日初めてキャストの方の顔見たの。そう、今までね感染対策でずっとマスクしてやってたの。ヨルハの時もそうやってんけど、ヨルハの時は衣装好きの稽古場でのね、投資の時とかはもうマスクせずにやってたの。そう、それまではずっとマスクしてたけど、衣装の時は、衣装で本番みたいに投資する時はマスクなしとかでやってたけど、今回は衣装好き投資も全てもう全部マスクでやってたので、今日初めてキャストの方の顔見ながら演技してんけど、なんか笑っちゃって。そう、うん、なんか笑っちゃった。そう、あ、こんな顔やったんやみたいな、あ、この方ってこういう顔して、この時はこういう表情してたんやっていう。そう、初めて見たからね、演技してる時の顔を。そう、なんか新鮮すぎて笑っちゃったの。あ、そっかと思って。うん、なんなら初めましてやからね、顔
お店での、うん、そう、なんかこういう時ってこういう感じで喋ってんねんやとか、そう、うん、だからすごい新鮮やった今日は。うん。今日第2回目の初めましての日でした。私もマスク外すのなんか恥ずかしかったもん、めっちゃ、うん、そう、うん、うん、そう、なんか恥ずかしかったもん、外すの見せるの嫌やったもん、なんかそう、なんかさ SNS をさフォローしてるからさ、キャストの方の、写真では見てたし、なんなら動画とか Twitter とか載せてる方とかやったら動画とかでも顔見たことはあったけど、やっぱね直接ね顔見たことなかったから、うん、大変なとこに入った。もやしがなんか変なとこに入った。危ない危ない。なんかわかる？すごいことになるね、口の中が。これもやしとか野菜系を食べた時にハムやん。矯正器具に引っかかってんのよ、野菜系って大体。そう。それを飲み込もうとするから、でも引っかかって飲み込めへんからチューブラリになるのよなんか野菜がこう口の中とこの喉を喉にずっといるみたいな、飲み込めへんねんな、ずっと口の中にもう。そのスポーツドリンクの色やばいね。どれ？これ？これスポーツドリンクじゃないよ。お茶だよ。お茶。ほら。ほらお茶だよ。お茶です。同じ時間に食べて大丈夫？だって今帰ってきたんだもん。今しかないじゃん、食べる時間。今帰ってきた。ほら、お日だって時間があれば
7時半ぐらいに晩飯を食べたいよそういう生活をしたい。太りそうなもん入ってないから、ね、うん、ほぼもやし ほぼもやしと白菜。うん、辛いもん大丈夫なの？これ全然辛くないだよ。うん。全然辛くない。うん、お夕ご飯だなんてね、ここにねお米をね入れてね食べたいよね。そこにチーズとか乗っけたら最強じゃない？最強リゾットになるよ。でも今日はやりません。食べた方が力出るけどね。明日の朝食べる米は。今からね寝るだけだから力出してもね何の意味もないから、うん、朝はね米食べた方がね糖質がねあれだからね、頭が働くんだ。朝はご飯派だっけ？うん、ご飯が大好き。お米が好きやねんな。あ、パンよりはお米派やけど、でもバタバタしてて、あ、お風呂沸いた。いう時はもうコンビニで肉まん買っていくことが多い。うん、肉まんはねパパって食べれるんですよ。なんかお米って美味しい。なんかゆっくり食べゆっくりのイメージがあるね。なんか肉まんはほんまささっと食べられるイメージ。最近 TKG にハマってる。お店のさ、お店の LINE の着せ替え面白いねんで。
今ね TKG おかわりってやつやって、ほら美味しそうじゃん、めっちゃこれなんだなんだこの卵かけご飯は、ほら大西の今の LINE の着せ替え、これなんか昨日すっごい落ち込んでてさ、大西あのメールにはねちょっといろいろ書いたんですけど、めちゃめちゃ落ち込んでて、で病院行ってる時になんか気分明るくなることないかなと思って LINE の着せ替え見てたらこれがあってふんって笑っちゃってこれにした。何乗ってんのって言ってたママ今。卵と刻み海苔とネギと鰹節か。多分。ほら。うん。いいよね。ね、絶対美味しいよね。そう、絶対美味しそうと思って。ごちそうさまでした。美味しかった。うん。口の中がえらいことになった。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。はあ、ママさん舞台見に行くなんてママ来えへんな今回はな、来れへんな。初見さんヤンヤンガール頑張ってて、頑張る、あと2ヶ月あと2ヶ月頑張ります。すぐ寝れそうな雰囲気ですよね。お風呂入って確認しつつ早めに寝れるように、明日ね頑張れるように。うん、うー美味しかった。早めに食べ終わったね48分か。明日初日だね、君の竹、ついに、ついについにだ。うん、でもほんまになくなるかなってなってたから、1月にね君の竹
稽古の前に緊急事態宣言がね出て、あ、これできんのかなと思ってたけどでもね、無事にこう、まあ、公演数はねだいぶ減っちゃったけど、半分も減ってないか、だいぶ減ったけど、それでもね8公演できるし、ねえ、どうなることやらってすごい思ってたけど、無事に明日初日のね幕がね開けるので、ねえ、まあ、でも今回は3週間ぐらいかな、稽古してて、まあでも本当に今日やっとね顔が、キャストの方の顔がね見れて、それで演技できたけど、まあ、マスクありきのねお稽古だったんですけど、でも本当に優しくて、キャストの皆さんもスタッフの皆さんも、本当にねたくさん助けていただいて、明日からと残りね8公演、ゲネ入れたら9公演なんでね、滑舌は大丈夫そうって、大丈夫っては言い切れへんけど舌足らずになっちゃうところもねもちろんちょっとねあったりするんですけどね、でもそれもキャラだと思って一生懸命喋ります。丈夫、楽しみ。なんか、おまさん、このさ、毎回言うけどさ、おいし、この少女夜派の時も今回の君の竹もね、ちょうどねその矯正器具をさつけてさ、どっちもこっちは追加で、君の丈の方をね新たにいっぱい追加されて、矯正器具喋りにくいし、前回の時は単純に矯正してすぐすぎて全然喋れへんかったしなんかさ、この間もしボイトレね行ってんねんけどさ、そう自腹でそうボイトレ行ってんねんけどさ、その時に先生がね、ボイトレの先生がなんかチャンスって、チャンスの順番ってあるよねみたいな、でもそのチャンスってきっといつかは来るけど、その来るタイミングって自分が万全な状態に来るとは限らないよねみたいな、そうチャンスが来たとして自分が最高のコンディションでいるかは別だよねってなって、そう、それからすごいこの矯正器具つけたの大西すごいね嫌だったんですよ最初は。そう少女夜派の時もこの矯正のせいで全然なんかここ毎回噛んじゃうみたいな、ここうまく言えへんみたいな、場所いっぱいあって悔しかったりとか、今回も舌足らずに聞こえるからやだなって思ってたんけどさでもね
くさん今ね舞台させていただいてるけど、舞台以外にも他にもね皆さんにね報告できそうな嬉しいお知らせとかが今いっぱいあって、ほんまにいっぱいあるのそうまだね報告はできひんし、もしかしたらねコロナの影響でなくなっちゃうみたいなものもあるかもしれんけど、でも今のところ決まってる中でもいっぱいあって、そのお仕事とかこなしてて、なんかやってて、あってそう思ったりするけど、でもねこの矯正器具慣れる頃にね、舌とか喋りとか慣れる頃にまた一気にねドーンって大きいお仕事来るかもわからんからね、そう我慢だ我慢っていう感じで、今回はね今回にしか出せない人がいるので、人っていうか出せないねあれがあるので、この矯正でもうん、ねえ、なので今回はね謎の少女リンリンとして頑張っていきたいと思います。さらっと昨日発表されたからね、役名がさらっと発表されてたからねもし見たいと思います。うん、楽しみます、頑張ります。はい、うん、ということで、じゃあもうそろそろね時間もあれなので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよいきます。1位コバットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が SL アートマーク大西軍、物体ガンバーさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がハギハギアートマークももちゃんおしさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がアタックケイさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がおえちゃん、ありがとうございますイエイ。一瞬さんつけるからうってなっちゃった、ごめんね。そして7位がケイさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク堀宮のドラマ今夜から&明日行きまーさん、ありがとうございます、イエイ。そっか今日からドラマ始まるのか、いいねいいね。そして、9位が KATT さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカホアットマークファイトファイトニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして、11位がコヒネさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がリピッピアットマーク明日会えるのが楽しみすぎるさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がシャンシャン、ありがとうございました、イエイシャンシャンいいね、言いやすい、シャンシャン、ありがとうございます。はい、ということでですね、本日はもうこの後はお風呂に入って明日に備えたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。じゃあ明日君の丈初日頑張りたいと思います。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。